はいみなさんまいどまいど口を閉じて耳をすませ観察して感じろ話さないほどよく聞ける これ、ジョージ・ラードがやっぱり言ってんだよね。鉄人的営業マンがね。やっぱりね、急いでる時なんかね、あのお客さんが一言言ったことに対してね、こちらがパパパパーっとね、あの、決めつけみたいに言っちゃう時あるんだよね。これちょっと注意だよね。あツイストパーマ、ねじくって毛先巻いてっけどね、これツイストパーマさ、あの、シャギーが入ってるとさ、シャギーで毛先が細くなってるとさ、もうねじくってもね、なんかね、細いんだよ、毛束感が。いや、なんか迫力がないで、だから、まあなんか、 いや、毛先ピンカールして、毎日目つんでね、ちょっと巻いてんだけどね。でもしかしたら4ミリロットでね、スパイラル巻きねじくった毛束をね、スパイラル巻きした方が良かったかなとね。どうせ男の子だからね、あの、汚い頭でいいんだよね、野良犬パーマでね。おしゃれで破れたジーパン履いたりね、ちょっと、そんな感じで来るカジュアルな子はね、あの、艶やかな髪より、艶がない髪の方がなんかね、 <laughs> いいような気がするよね。話は戻るけどね。またこの営業マンね、ジョージ・ラードね、口を閉じて耳を澄ませ。まあこれは美容師は当たり前だよね。人が何を考えていくかね、とにかく動きからね、何かを察してあげるっつうの。 手の動きでね、髪の毛触る。何を言いたいのかね。その動きでね、どこを切ってもらいたいのかね。疲れ美容師のね、皆さんなんかはね、お客さんが髪の毛触ってる時ね、もう触って触ってね、早くどっか言ってくれや決めてくれやなんつってね、思ってね。ほんで、一番いいのはさ、そう、触って触って、ほんで最後、もういいわ、これでってでさ、帰ってくれるのが一番いいんだろうそれじゃダメなんだよ。触り方見てるとね、本当にちょっと長いところっていうのをね、気にして触ってんだよね。そこを、だから、うん、素早くね、察知して切ってあげる。 ッ一の観察して感じて切ってあげる。 中にはお客さんね、これ自分の髪の毛ずーっと触って考えてる人いるよね。ほんとそう仕事が進まないっていうのこれ一番迷惑だから、まあ迷惑になるかなんないか次のお客さんもう始めちゃうっつうの接客始めちゃうんだよね。でそっちのお客さんどうぞゆっくり触ってくれと。で触るのやめたら少し戻って切ってあげりゃ OK みたいなね。お客さんにしてみたらね、だってわかんないもんだ。わか,ら分かんなくてもいいんだよね。だからそれをさ、やっぱり美容師ってのは人がいいからね。同じ料金でやるんだよね。延々と1時間もかかけてさ、 これだと人がいいね、ニコニコしたお客様をね、待たすだけ待たしてね、めんどくせえお客様が終わったと同時にさ、そのね、待たした分の、ね、早くパ,パパパッと切っちゃうっていうのだただ私なんか手抜きされてるみたいってんでね、その仏様みたいなお客様来なくなってね、これは大変だ、やっぱり考えなきゃってね、値上げするとね、このめんどくせえお客さんっていうのは本当来なくなるってうの商売やってるといろんなお客様来るよね、やっぱり強いお客様っていうね、気持ちが強いお客様、強気で出てくるっていうわけでもないし、推しが強いっていうか、微妙なこの、 圧の強さ。マウント取るほどでもないんでね。そういうお客様って意外とわがままなんだよね。で、そういう人って値上げした途端に来なくなったりするよね。ほんで、仏様みたいなおとなしいお客様って意外と残ったりするんだよね。それで忙しい時とかね、混乱してる時はね、誰か犠牲な団乗したらおとなしいお客様が意外と犠牲になっちゃうんだよね。皆さんのお店の状況はどうかね。ああ、圧が強い人になんかお店をかき回されてんじゃねえかなっていう気ですけどね。はい、お疲れ様でした。